技術英検に挑戦というですね。で、どれぐらいのレベルなのかもよくわかんない。空所4つに対して選択肢12個あるんだけど、すげえ。いや、もうゴリゴリの理系ですね。冗長和文の英文要約、テクニカルライティングの考え方。まだ始まりました。モルチェチャンネル。さあ、今回はですね、モルチェツ新たな英語試験、技術英検に挑戦というですね、やっていきたいと思います。はい。やっていきたいと思いますというか、これから挑戦するんですけど、とりあえず過去問を買いました。はい。よくわかりませんが、買いました。昔の工業英検と言われるものになるんですけど、まあ、出題形式は多分変わってると思うんですけど、まあ、とりあえず過去問売ってるんで、1級取ろうかなと思うんですが、9がいっぱいあるんだよね。わかんなかったんだけど、1、2、3ってあって、その上にプロフェッショナルっていうのがあって、なんか問題が同じなのかな、プロフェッショナルは。プロフェッショナルとセミプロフェッショナルみたいなのがあって、同じ問題で 75% 以上正解だとプロフェッショナル。で、60% 以上だとなんかセミプロフェッショナルみたいなね、なるらしいんですよ。で、まあ別にそれを受けてもいいかなと思うんですけど、まあ、工業英検2級持ってるんで、そう取って、そう工業英検2級取って、で、2級を持ってる人は1級を受けられるってなってて、で、1級を受けようと思ったら、工業英検なくなったんですよ。みたいな。技術英検になったんですけど。で、それで受けてないんですよね。なんだ、1級なくなっちゃったじゃんって言って。で、びっくりしたんですけど、このね、技術英検で買ったらさ、1級が9、検定名称が工業英検準2級なんだよね。1級が準2級なんて、そうなの?みたいな、思って。じゃあ僕、プロフェッショナル受けなきゃいけないじゃんって思ったんですけど、プロフェッショナル、過去問売ってないんですね。ガーンみたいな感じになってます、今。で、どれぐらいのレベルなのかもよくわかんない。まあ、とりあえず、見てみます。だから、この1級が準2級と一緒。工業英検の準2級の問題と出題形式が同じなんですよ。で、この2級が、かつての工業英検の3級と出題形式が同じで、で、3級が工業英検の4級と出題形式が同じなんですよ。じゃあ、プロフェッショナルはどうなってんですか?かつての1級とか2級の問題ってこと?それとも違うんですかね?だから、古い参考書やってもね、やっぱ違いすぎるんで、時代が。そう、技術英検なんで、いわゆる理系の内容が多いんですけど、技術系だね。まあ、工学だったりとかさ、ああいうのが多いんで、当たり前ですけど、時代がこう進むにつれて、新たな技術いっぱい出てくるじゃないですか。だから、全然違うんですよね。そうか、昔の知識じゃ戦えないんですよ。その昔の参考書とかじゃ対応できないんですよ。新しい単語いっぱいありまくってますし、新しい概念自体もたくさん生まれてるし、で、工業英検2級1級辞書持ち込みかだったから、これ多分辞書持ち込めないんじゃないかなと思うんですよね。出題形式見る限り。挑戦するんですけど、まあどういう形式なのかね、ちょこっと見ていきたいかなと思います。それじゃあ1級の問題見ていくんですけど、まあどういう問題かっていうと、最初が定義だね。語の定義だね。例えばインヒビターとかね、こんなん知らない人が多いと思うんですけど、インヒビットするものですけど、それの定義が書いてあるわけですね。あ、サブスタンスですね。サブスタンスとこういうサブスタンスですっていうのがあってる。で、次が空所補充だ。空所が、まあ、3本あって空所が6箇所、まあ、それぞれに2個ずつあって、で、選択肢が12個ある。でも、品詞が結構バラバラだから、文法知識で解けるんじゃないかな。第1の単語のレベルは高いですね。かなり。レベルの高い単語になってるな。で、第2の単語のレベルは低いです。レベルは低いから、ちゃんと文法、語法でいくって感じかな。で、次が文があって、それを書き換えるものか、簡潔に書き換えるものはどれかっていうのがありますね。これが5問。こういう、そう、簡潔に書き換えるっていうのはね、この技術英検のなんていうかポイントなんですよね。そう、簡潔に3 C's だったっけ?確か3つの C だよね。Clear, Concise, Correct ですね。明確に、簡潔に、正確にっていうのが、この工業英検の考え方ですので、工業英検じゃないんだ今、技術英検の考え方。で、次が、2つの文があって、同じ意味になるように単語を選べってことですね。空所4つに対して選択肢12個あるんだけど、すげえな。で、次が、あ、和訳だ。和訳問題ですね。2台あって、その中から1つ選びなさいですね。いや、もう、ゴリゴリの理系ですね。Refractive Index 屈折率とか出てるじゃん。すげえ。で、次が、英訳。おー、3つから2つ選ぶんだ。すべての生物は細胞で構成されている。すべての細胞には核があり、核の中に染色体が含まれ、人の場合1つの核あたりに2、3対の染色体が、子が親に似るのは染色体にある遺伝子によって親から子に生物学的情報が伝わるからである。次、バイオマスだし、その後、無線 LAN。2.4GHz 帯、5GHz 帯、および 60GHz 帯の周波数が割り当てられるとかね。こんなの言えます?英語で。
ていう感じですね。80分あるんだ、まあ80分あれば解けんじゃね、解けんじゃねとか言っちゃっていいのかな。一応はね、かつての2級受かってますから。ちょプロフェッショナルを見てみましょうか。どんなレベルなんだろう、プロフェッショナルって。過去問のページがないんだけど、準備中になってるんだけど。出題形式、これは。プロフェッショナルは、英語長文800ワーズ前後の英文要約。あ、要約するんですね。なるほど。で、問題数が2問あって50点。で、次が和文英訳。あ、200から300文字の和文訳で、そちらが1問あって30点。次が、冗長和文の英文要約。500文字ぐらいあるのを要約すると。テクニカルライティングの考え方、2問から3問、なんだそれ。冗長英文のリライト、あ、リライト出るんだね、やっぱね。がっつり記述ってことだろうね。ということはちょっと見てみますか。うわ、確かに長い。これをタイトルをつけろと。で、要約をしなさい。はいはい、英語出たね。で、次が、うわ、長、太陽フレアについて、これを英訳するのか。で、次が、E メールを英語で書くのね。日本語のバーって長い E メールが書いてあって、それをまとめて優しい英語で書くってことは。はぁ、あ、え、次のやつは本当に技術英検のどうやってやるかについてみたいなの。なぜこうしなければならないのかとか、技術英検でどうしてこういう風にしなければならないのかとかって書いてある。マジ、リライトしなさい。ぐわぁ。次並べんの、この情報をブワーって書いてある英文を箇条書きにこう並べるみたいなのがある。そんなんやったことないわ。何それ、ちょっと全く勉強したことないものですね。これは一体どうやって勉強するんでしょう。わからん。ぜひとも知ってる方は教えてください。皆さんどうやってやるんですかこれ、はい、新たに挑戦しようと思ったものの挑戦の仕方がわかりません。挑戦することはいいことなんですけど、やり方がわからないぞ。はい、という感じでございます。一体どうなるのか、ぜひとも。まあこれはね、別に相対評価じゃなくて今見たら絶対評価だったんで、 60% 取れば合格とか 75% 取れば合格っていう感じなんで、もうどんな人がね新たに増えてきても関係ないですから、まあやってみようかなとちょっと思っております。はい、ぜひともね、知ってる方情報をお願いします。もうもちろんね、めちゃめちゃ忙しいんで、果たして勉強する時間はあるのかって言われたら非常に微妙なんですけども、まあなんとか時間見つけてやろうかなと。なんか11月とか1月なんだよね。だからまだ時間はあるんですけど、まじ時間があるんですけどって言ってもね、だいたいいつもこういう試験でね、1週間前とかに始めるんですけどね、試験対策。今回はちょっとねやりたいんで、ぜひとも情報をお願いします。はい、また英語のね試験の久しぶりにプレイヤーとして戻った感じがしますので、いろんなの受けていこうかなと思います。まあ他にもね挑戦したいのは実はいろいろあるんですけど、それらもやっていきたいと思いますし、まあトフルとかもね、変わったトフルとかも受けなきゃいけないんで、あとはドーリンゴでしたっけ、ドーリンゴを受けるんですけどっていう声もいっぱい来るんで、その辺のも見ていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 応援してください。